この動画はパート2になります。パート1は概要欄にリンクがありますので、よろしければどうぞ。皆さんこんにちは。ノスタルゲームのアトリエへようこそ。今回もポケットモンスター銀、こちらのゲームを解説プレイしていきます。前回は奇境ジムをクリアし、ジムバッジを手に入れました。これでこの関所を通ることができます。は?お主は一体誰の回し者でござるか。宇津木博士の使いがポケモンセンターに来ていました。ポケモンの卵を主に渡し、歩いて孵化させてほしいそうです。チコリータもらったことを理由に、今後こういう使いっ走りを何度も頼まれるのでしょう。割に合いません。しかしこれでようやく通れるようになりました。どんどん先に進みましょう。卵はこのように手持ちのポケモンと一緒にいます。時々中で動いている。早くも生まれてきそうです。ですが同時にその間、新しいポケモンをガンガン捕まえていきます。まずはこちら、レディバ。レディバは奇境シティに着く前に捕まえられるのですが、朝にしか出現しないため捕まえそびれていました。名前はテントモン。これじゃポケモンではなくデジモンです。続いては関所を越えたすぐそばの草むらにいるメリープ。電気タイプでハヤトが奇境ジムに持ってこないよう道を封鎖した原因のポケモンです。名前は羊なのでジンギスカンを日本語で羊肉にしておきます。ただ羊肉の英語はマルです。さあさらにゲットすべく先へ進んでますが、尻尾食べないかと声かけられた。ワイルドです。100万円。このおじさんはおままごとでもしてるんでしょう。一つください。この人の金銭感覚はまともではありません。やっぱりおままごとしてます。さあこの先にあるのはつながりの洞窟。ここは中が暗くないので問題なく進める。また野生のポケモンではイワークが登場。前作のボスもだいぶ安売りされるようになりました。無論彼に用はなく、主が捕まえたいのは洞窟を抜けた先、ここの草むらにいます。ここにいるのは羽根っこ。しかしレベル6、こいつはスルーします。この草むらにはレベル6の羽根っこと8のものがいます。8は出現率 5% ですが、根気強く探す。こだわる理由は後でわかります。さあ頑張って見つけたので捕まえました。とても軽い体、吹き飛ばされないようしっかり地面を踏みしめている。なお体重は 0.5kg、 500g。500ml のペットボトルが中身入ったまま吹き飛ばされるような世界では旅ができません。お家に隠れてないといけない。名前を決めますが、羽根っこ、羽根っこ、エッコ、エコー、エコーにします。これも安いタバコです。頭にタバコの葉っぱみたいなものもついてるので。さて捕まえたポケモンが6体を超えているので整理します。今作からパソコンの画面でポケモンの姿が確認できるようになりました。以前は名前だけだったので地味に便利。さようならボブ。将来性は皆無なので早めに切っときます。あとイワークブルブルももう用済みです。別に大した用事もなかったが。これで使えるポケモンはまだ5体ですが、卵が帰ります。中からはトゲピーが生まれてきました。名前は生まれたばかりのバブちゃんなのでバブにしました。バブちゃんで別に5文字入りますが、アンノーンボブがいなくなったので代わりにバブです。これで6体手持ちのポケモンが揃いました。まずはチコリータ、若葉。現段階では高威力な葉っぱカッターが強み。ただこれ以上の草技はレベル50まで覚えません。なお進化すると遅くなり61まで覚えません。次ホーホーお袋。あとレベル1上がればツツクを覚えます。それ以外レベルでは飛行技を覚えません。メリープ、羊肉。電気タイプですがまだ体当たりしか使えない。特攻はなかなか高いです。レディバ、テントモン、どっちだ。レディバだ。こいつも体当たりで攻撃するしかない。その攻撃力は10。ポテンシャル的に見てもレディバは攻撃能力がかなり低いです。特防が高いが HP 防御は低いので耐久力もよろしくはない。羽根っこ、エコー。こいつは技が光合成、 HP を回復、尻尾を振る、防御力を下げる、跳ねる、効果なし。
攻撃技もなしです。攻撃特攻も低い。レディバともども補助型のポケモンです。育てるのがとても大変なので、できるだけレベル高いやつを捕まえました。最後トゲピー、バブ。レベルは5と低め。技も鳴き声に甘える。さすが赤ちゃん、一人じゃ何にもできません。羽根っことそんな変わらんが、なお特攻はレディバや羽根っこと同程度は現時点である。とまあ一筋縄ではいかないメンツが揃ってますが、とりあえずこれで頑張っていきましょう。そういえば卵が生まれたので、一応宇津木博士に電話しておきます。付き合ってられません。さてまずはキキオシティに戻り、こちらマダツボミの塔へ行きます。中はお寺みたいな感じですが、怪しい宗教を広めてそうな銅像が立ってます。ここでお坊さんたちが修行しているので、我々も混ぜてもらいましょう。最悪使えない子は一休さんみたく小坊主としてこの塔に預けてしまいます。一つ上の階からお坊さんと戦いますが、境内で大暴れする坊さんとは末法な世の中です。使ってくるポケモンはマダツボミ、なお3体ともマダツボミです。他のトレーナーもほとんどマダツボミしか使いません。宗教上の理由でしょうか。またここには野生のポケモンも出現します。島内らしくコラッタ、またその他に夜にはゴースがたくさん出てきます。ここはポケモンタワーみたいなものでした。坊さんが集まってるのも鎮魂のためか。ただポケモンタワーは祈祷師が寄ってたかっても悪霊に取り憑かれ、みんな気が狂ってましたが、ここの坊さんは平気なようです。この人たちの方が霊能力が上なんでしょう。ポケモンバトルの方はとりあえずバブのレベルを上げるには一度出してすぐ他のポケモンに変えるしかありません。赤子をおぶさって旅してます。こいつこそ寺に預けるべきか。レディバー虫飛行タイプで草技は4分の1なので、攻撃能力が低かろうとかなり有利に戦えます。バブを出して戻しているので攻撃を受ける回数が増えますが、これならやっていけます。ただ相手のレベルが低いので、メリープ両肉でも割と平気。そしてバブがレベル7で指を振るを覚えました。これで自分で戦えます。かなり無茶ぶりですが。そして羊肉もレベル9で電気ショックを覚えました。こちらはこれでかなり安定して戦えるようになります。ただここはマダツボミばかりなので電気タイプは戦いづらい。なのでバブに行かせます。階層が上がるにつれ敵のマダツボミもレベルが上がった。指を振るは完全ランダムな上、10回しか使えないので倒せる敵の数は知れてます。サイケ光線、マダツボミには効果抜群、いいチョイスです。ステータス自体は周りと肩を並べるくらいにはあるので、技さえちゃんとしたものが出れば敵を倒すことができます。これはロケット頭突き。バブはなかなか戦闘意識が高いです。倒しました。さて赤ちゃんが一人立って戦えるようになりましたが、もう一人大きな赤ちゃんがいます。困ったもんです。羽根っこも草飛行タイプで草技は4分の1なのですが、攻撃できないと当然勝てません。そして塔の最上階ではほんと大暴れしてます。しかし暴れてたのはドロシーで、秘伝マシンを手に入れてました。ですがこいつは聞く耳持たず、ポケモンは戦いの道具だという認識のようです。穴抜けの紐を使ってとっととこの場を立ち去りました。長老に話しかけると、あんたさっきドロシーと戦ってやられたばっかだろ。もうちっとポケモンをいたわるべきですぞ。あんたの戦い方こそ厳しすぎる。さて長老と戦闘になりますが、まだエコーの育児中です。ただ攻撃できずとも能力を下げることはできるのでやってもらいます。相手の攻撃は効きませんし、戦わざる者育つべからずです。防御を2回下げた段階でテントモンに交代。しかし HP が4、ただ鶴の鞭は1ダメージなので結構粘れます。敵はこれしか攻撃技がない。まずは超音波で混乱を狙いますが、全部外してテントモンダウン。役立たずめ。お次はバブ。バブも体力が残り少ない上、相手は特攻が上がってる。
チャンスは1回しかありません。バブ、敵を一撃で倒せる数少ない技を一発で手繰り寄せました。この子は天才です。戦闘 IQ が高すぎます。2体目もまだつぼみで、今度は成長を使ってない。しかし耐えずにバブノックアウト。続いてはエコー、また尻尾を振るで防御を下げ、羊肉も弱っているので一度攻撃しただけで倒れた。一気に塔を登ったので弱ってるやつが多いです。しかしここからは違う、お袋で行く。方法も草技は今一つなので楽に撃破。羽根っこはレベルが上がり、10で体当たりを覚えました。それくらい1で覚えとけ。これでようやく戦える。また方法もつつくを覚えました。長老のラストも方法。ただこちらの方がレベルが1高いです。殴り合って無事勝ちました。長老からは秘伝マシンフラッシュをいただきました。坊主にフラッシュとはシャレが効いてます。さあ次のジムがある町へ向かいましょう。道中トレーナーと戦っていきますが、バブは指を振る他にこの甘える、こいつは相手の攻撃力を2段階ガクッと下げます。命中率は100で、鳴き声の強化版と言ってよい、バカにはできない技です。ただ分かってはいましたが、たった10回しか使えない指を振るのみで戦うのは半ば無謀なほど安定感はありません。前作でも身に染みてます。結局出して戻して育てることが多い。羽根っこエコーは体当たりを覚え、晴れて攻撃できるようになりましたが、攻撃力は低い上タイプも不一致な体当たりなため、戦えるようになったとはこいつも少し言い難い。なお先ほど言った通り、こいつは主に補助技で戦うポケモンで、眠り粉や宿り木の種が主力技です。光合成で回復もできるので、ハマればそこそこ強そうですが、戦いが泥沼化するのは今もこの先も変わりません。てか泥沼にはめるのが羽根っこの戦い方です。ただ本作から眠り状態が最大7ターンになり、前作は8ターンだったので少し短くなりました。今は4ターンなので、それでもザケンナという強さですが、何より今作からは目が覚めたターンに行動ができるようになったので、起きた次のターンにまた眠らせて一切行動させないといった悪魔の戦術は使えなくなりました。これは大きな弱体化です。この辺りは釣り人がたくさんいる釣りスポットなので、このように羊肉の電気ショックが活躍してくれますが、こんなやつもいます。このウパー、こいつは水タイプですが、地面タイプも入っているので電気技は効きません。初見だとまず騙されます。ちなみにここの草むらにウパーはいますが、夜しか出会えないので出会えてません。テントモンはレベル5上となるとコイキングでも歯が立ちません。またこんな場面も、こちらは4分の1な上、若葉が新たに覚えたリフレクターまで貼ってあります。それでこの差です。終わってます。基本的に超音波で混乱させてからしか戦えない。なお今作のトレーナーとは戦闘後に連絡先を交換できる者もいます。時には有力な情報をくれる者も。さあ次のジムがある町、キワダタウンにやってきました。お疲れさんです。ここはヤドンの井戸と言います。この町はヤドンと人が共に暮らしていますが、ヤドンが消えました。主が勧められた尻尾はヤドンの尻尾です。食べんでよかったです。ただどうも公式情報によると甘くて美味しいらしく、いろんな場所で食べられてるそうです。ただ栄養はないそうです。ならわざわざ食べたくない。さて、ヤドン失踪事件が起きましたが、この家の主人は家でじっとしてるそうです。しかしじっとしてられない人もいました。このガンテツという男は、そこまで分かっていてなぜヒワダタウンの人間は動かないのでしょうか。さっきの男など森の神様の怒りなどと抜かして、触らぬ神にたたりなし状態でした。ガンテツは言ってしまいました。ロケット団は解散させたはずですが、再び結集してます。
なお今作から女性の団員も登場。昔は基本男しかいませんでした。雇用の男女平等が進んでます。まあ人手が足らんのでしょう。こいつらを倒すと、彼らは解散してから3年間こんな井戸に潜ってずっと活動してたというのか。レジスタンスのような凄まじい執念と団結力です。どうあっても真っ当な社会復帰するつもりはない模様。ヤドンの尻尾を打って活動資金を貯めていたのか、これからの犯行を予告して消えました。なぜその不屈の精神を肩に生かせないのか。ガンテツは見張りを井戸の底に突き落としてくれましたが、自分も落ちて腰を痛めダウンしてました。彼からはお礼にルアーボールをいただきます。これは店では買えない特殊なボールで、ボングリというものをガンテツに渡せば作ってもらえます。このルアーボールは名の通り釣り上げたポケモンが捕まえやすくなる。他にもいくつか種類があります。ただボングリを渡してボールを作るまでには少々時間を要する。また来ましょう。この通り町にヤドンが帰ってきました。一番井戸のそばにいたはずのボケ老人は放っておいて、主は事務戦に挑戦します。事務リーダーはつくし、歩く虫ポケ大百科。二つ名からわかるかもですが、事務リーダーつくしはまだ幼い少年です。現在の時刻は午前0時過ぎ。時間設定ができてもポケモンジムに朝も昼も夜もありません。子供だろうと容赦しない。ジムトレーナーもみんな子供です。一斉補導してやりましょうか。一応保護者に受付お兄さんがいます。ここはもちろん虫タイプのジム。こいつは糸丸。レディバとついで金バージョンにしか登場しません。レディバは銀バージョンのみです。なんとなく逆のイメージ。また早くも最終進化系のスピアーなんかが登場。別にスピアー自体は強くありませんが、主の手持ちのポケモンはさらに強くないので苦戦は免れそうにありません。羊肉に変えますが、まだまともな火力の電気ショックでもこのダメージ。葉っぱカッターはスピアーには4分の1でより効かない。相手の攻撃も乱れ突きが精一杯ですが、4発も当たると効く。麻痺はさせましたが羊肉リタイア。次はテントモンでいく。まずは超音波で混乱狙い。いけました。こちらからの攻撃は期待できないので自滅してもらいましょう。超えられたがかわした。ではいざ体当たり。思ったより効いた。調べたところスピアーはレディバと同じで防御より特防の方がはるかに能力値が高いようです。電気ショックが効かないわけが分かりました。相手の乱れ突きがよう当たるのでピンチ。こちらは体当たりでできるだけ削りますが、ちっとも混乱で自滅点。当たりすぎだっつーの。だいたい2回に1回は2発しか当たらないのが主の連続技に対する印象です。麻痺に混乱もしているのでエコーで光合成回復します。これは最大 HP の半分回復してません。一体なぜかというと、この技は時間帯によって回復量が変化するようで、朝と夜は昼の半分だとか。知らなかった。ほんとよう当てますが、敵は麻痺しているので回復を連打していればそれなりにしのぎきれます。乱れ突きを外したのでエコーで倒せそうですが、当たると最後まで厄介な命中精度でした。なんとか倒した。あと言い忘れてましたが、エコーが新たに毒の粉を覚えてます。伏流炎を振りまいてやりましょう。さあジムリーダーと戦う。つくしは虫ポケモンのことなら誰にも負けないそうですが、あいにく雑学勝負するつもりも虫キングで戦うつもりもありません。ポケモンバトルします。つくしの研究成果とやらを見せてもらいましょう。1体目はトランセル。レベルは14。バタフリーには10で進化します。これは研究成果じゃなくて途中で研究を放り投げた残骸だろ。こちらはトゲピーの研究中です。指を振るのみで戦えるのか研究してます。穴を掘りました。今一つです。相手は体当たり。
さすがに硬くなるしか使わない IQ 虫以下の虫取り少年とは違います。物理攻撃ではろくにダメージを与えられませんが、特殊技が出れば一気に削れるでしょう。竜の怒り、40ダメージ固定。現段階では滅びのバーストストリームと言って良い技です。ほぼ一撃で消し飛ばしました。2体目はコクーン、これも失敗作でしょう。処分してあげます。毒を負ってしまったか。トランセルよりはだいぶ立ちが悪い。トリプルキック、2回しか当たりませんでした。威力は10、2発目は20、最高3発目は30。全て当たれば合計威力60になります。クソ雑魚技です。のしかかり、バブはノーマルタイプなので威力が上がります。相手が硬くなってないのもあり、物理攻撃ですがいいダメージ。麻痺すればもっと良かったが、この流れに乗れ。メガホーン外れました。虫タイプ威力120の大技、つくしに究極の虫技を見せつけてやりたかった。コクーンには今一つなのでそんなに効かないが、冷凍ビーム、そういうのでいいんだよ。これは持っていけるか。ギリギリ耐えられた。バブも満身創痍。交代します。バブ犠牲に次のポケモン出しても良いが、実はバブは懐き具合によって進化するポケモンなのです。瀕死になると懐き度が下がるので、そうならないようにします。過保護に甘やかしてドラ息子に育たなければ良いが、ここはテントモンで倒しました。甲虫王者虫キング開始。一応テントウムシも甲虫です。相手はストライク、食べられてしまいます。また新登場のポケモンはこれまた出してこない、不思議。混乱させんと勝てんので超音波連続斬り、これも威力10。しかし連続で出していけば20、40、80と倍々に増えていきます。超音波をどうにか当てた。連続斬りは一度でも途切れると威力が10に戻るので混乱は効果的です。超えられたが電光石火、別の技を使っても10に戻ります。しかしテントモンはやられた。混乱してるうちに相性の良い方法、お袋でついてやりましょう。レベル差の成果、すごいダメージ。またストライクはこの序盤にしてはステータスが桁違いに高いです。攻撃力が特に高い。ただその分混乱のダメージも大きい。電光石火が来た時点でやられますが、考えても仕方ないので攻めます。やられました。若葉で行く。葉っぱカッターは4分の1なので効かない。リフレクターで味方のダメージを抑えることができますが、敵の HP を少しでも削り後につなげます。しかし連続斬りを使われた。どう背伸びしてもストライクに先手を取れるやつはいないので、ここで連続斬りを使われ続け、威力が上がっていけば後ろのポケモンたちはみんな一撃で伐採されてしまいます。弱いチコリータを先に出したのは失敗だった。死に際のディフレクター、やばい。次の連続斬りの威力は80、タイプ一致で120。ストライクの攻撃力ならほぼ間違いなく一撃でやられます。ただ電気ショックを一発当てればこちらの勝ち。終わった。やりました。連続斬りは命中率が95です。勝ちました。紙一重の勝利だった。ちなみにストライクがこの頃覚えられる虫技は連続斬りのみです。それも技マシンが必要。こいつの研究成果はストライクに虫技を覚えさせたことなのかもしれない。その連続斬りの技マシンを主もいただきました。今外して負けておいてそんなことを言われてもすごいとは微塵も思いません。ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。次回に続きますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。また今後ともノスタルゲームのアトリエの方もよろしくお願いいたします。それでは。